奥山街岳は、岐阜県中津川市、長野県木曽群な木祖町及び大川村にまたがる、あてら山地の標高1811メートルの山。地元では、古くから奥山階山と呼ばれている。日本300名山及び岐阜百山に選定されている。山域は、岐阜県の浦木曽県立自然公園に指定されている。 JR 東海中央本線坂下駅の北、12. 1 2 1トルに位置する。山頂付近に、尺投げ頭皮御用松の原生林があり、樹林の間の鏡池の地頭には水苔毛も汚染苔水場蕉の群落がある。江戸時代にこの地方が良質な檜の産地であった、ことから、尾張藩の御両林としての直轄地とされ、地元住民の立ち入りが禁止されていた。 地元の旧江奈郡川上村では村民が立ち入ることがなかった。周辺の山では森林整備や砂防工事のための林道が建設されている。かつては前山が日の木に覆われていたが、伐採された跡地は再生されず、熊笹に覆われている。南面の山麓の木曽川の支流である川上川には、夕森公園、竜神の滝、竜神伝説のある竜神神社。 ゆうもりキャンプ場がある。竜神伝説のある竜神神社では、毎年4月の第4日曜日に霊祭が行われている。南山独のゆうもり公園からは、唯一の登山道が整備されている。川上林道沿いに、竜神の滝と銅穴の滝がある。銅穴の滝の上部の登山道には、あぜ滝と一つ滝に向かう遊歩道に分岐がある。丸の林道終点に、エーリ小屋があり、 奥3階だけ登山口がある。山頂手前に夕森庭園があり、樹幹から御竹山や中央アルプスを望むことができ、山頂には展望倉がある。山頂の山東三角点は熊笹に覆われている。山頂部は白曹などの新葉樹林に覆われている。E19 中央自動車道中津川インターチェンジの北 22.9km に位置する。 アテラ山地の南端の山である。東側には、基礎川を挟んで、基礎山脈が退治している。山頂の南東 2.1km には、標高 1521m の湯森山があり、南南西 2.0km には、標高 1600m の山岳がある。中央アルプスの風越山から望む、奥山岳と周辺のアテラ山地の山並み。 小衆山の北側には御竹山がある。木曽川を挟んで東に中央アルプスが退治している。以下の木曽川水系の源流となる河川は伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。